三毛猫ちゃん、三毛猫を発見しました。自転車に隠れてますね。で、あえてこうね、なんか餌を出すようにこうして、あ、おいで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 。三毛猫珍しいな。三毛猫ちゃん、うっす、ほら、おいでおいで、にゃん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 、あ、こいで、おいで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 、ほら、餌だよ、餌餌、まあ餌じゃないですけどね、餌ではないんですけどね、はい、懐中電灯だよ、おいでおいで、俺がちょっとずつこう向かっていく。猫ちゃん猫ちゃん、あー逃げた、あー逃げない、いや、ほら、おいでおいで、猫ちゃん猫ちゃん隠れてないで、おいで。三毛猫はオスしかいないんだよね。あ、来た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 、ほらほらほら、あれオスしかいないんだっけ、メスしかいないんだっけ、いや、オスしかいないんだよね、メスいないんですよ確か。メスがあれでしょ？あ！あ、耳が、左耳が V 字にカットされてますね。これ猫、あ、逃げた。おえ？地域猫活動の印ですね。猫ちゃん？これ保護猫ですよね。V 字カットされてるんで。おい。おいでおいでおいで。ほらほら。猫ちゃん、餌だよ、餌餌餌、ほらほら、おいでおいで、もうちょっと触らせて、そう、ほらほらほら、餌だよ、これ。もうなかなかさすがに警戒心が強いな。でもまあ V 字カットされてるのはちょっとしっかり見えますんで、ちょっとライトつけましょうか。あ、見えないな。左耳ですね。V 字カット、あー、すごい。初めて三毛猫見ましたね。ほら、餌だよ。あ、懐中電灯なんですけどね。おい。ほら、おいでおいで。犬猫の糞の始末は飼い主の責任です。って書いてありますね。おいで。おいで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 。猫ちゃん。にゃん。にゃん、にゃん。にゃんにゃんにゃん。ほら、美味しいよ、この。懐中電灯美味しいよ。懐中電灯。警戒してますね。特に誰もいないんですけど、はい、警戒してますな、三毛猫は、オスしかいないんだっけ？ごめん、わかんなくなってきた。だってメスって XX 染色体でしょ？オスは XY でしょ？あれ？メスしかいないんだったっけ？いや、そもそもオスしかいないんだったら、どうやってあれなんだよ。オスしかいなかったとしたら、メスいないんだから増えれるな、わけ、増えることできない。ちょっとね、できな、あ、茶色の猫ちゃん。あの子も多分、V 字カットされてる。あ、さらにもう一匹いますね。奥に。む、見えないか、これ。これです。ね。で、ここに一匹。合計三匹いますね。さっきね、だいたいね、アライグマじゃないな。多分、タヌキですね。葛飾区の、今ここ葛飾区の、どこかの商店街なんですけど、
さっき初めてタヌキ見ましたからね。ここら辺は、あ、ちゃんと餌ありますね。あれ、なんでここに餌あるのに行かないと食べないんだろう。ああ、ちゃんと餌パッと、まあ水、汚ねえな、おい。え、なにこれ？うわ。うわ。ナメクジだらけだ。ナメクジの餌になってる。ナメクジの餌場になってるぞ、これ。しっかり多分管理されてないな、さては。猫ちゃん。これしっかり管理されてないな。多分あの猫も、耳が V 字にカットされてるか、されてないか、ちょっと確認しておきたいんだが。されてないな。うん、されてないですね。あれ、黒猫どこ行った？黒猫どこ行った？あの茶色の猫は耳 V 字カットされてないですね。まあ多分あの餌に寄りついた野良猫ですかね。うん。でもなんで餌あるのにそんな食べないんですかね。俺の餌食べようとしてるというか、もらおうとしてるんですけど、何かあるんですかね。